浦和エンジンは豊島園にかつて存在した8の字型の周回軌道を3周する自走式のローラーコースターですが、豊島園の閉園とともに廃止となりました。一方、ビーグル本郷湯島ルートは21年9月30日に開通した文京区のコミュニティバスの新路線です。そしてこの動画の浦和エンジン本郷湯島ルートは、この2つの乗り物を掛け合わせたイメージで創作しました。時速200キロで GPS 軌跡に沿って疾走します。お捕まりください。あ、もう降りてない。次が残っています。次で降りて。お待たせいたしました。今日も文京区コミュニティバス、ビーグルをご利用いただきまして、ありがとうございます。このバスは、湯島総合センター、お茶の水駅前方面行き、本郷湯島ルートです。次は、33、東洋学園大学前、東洋学園大学前でございます。文京区の都市景観庁に選ばれた、ベリックスモザイクの石川、大学のシンボルです。事故防止のため、やむを得ず急停車をする場合がありますので、ご注意ください。優先席を必要とするお客様に、座席をお譲りくださいますよう、皆様のご協力をお願いします。お降りの際は、扉が開いてから、お立ちください。次、止まります。